静かすぎる。動物すら。ああ、きっと何かの疫病のせいだ。おそらくフラビウスの仕業ね。奴の腹渡をえぐり出してやるべきだった。宝物庫へ向かおう。ローマ兵がいる。フラビウスの兵だろ。誰も通すな。分かったか？通せば殺すぞ。見られないように注意したいと。本物。中を恐れているようだな。逃げていくわ。何があるか分からない。何が起きたか確かめないと。バーエク、これって夢なの？これがドゥアトなのか。こんな場所があるなんて想像もできなかった。誰がこれを作ったの？まさか神々？人の物語もある。バーエク、バーエク、エプツェパドル。ああ、兄弟。まさかこんなところで命を落とすと。奴らは俺の親友を奪った。急いでフラビウスを止めないと。ダメだ、置いてはいけない。弔ってやらなくては。先に行って、ついていく。エプツェファは結社のことは知らない。殺される理由などなかった。フラウィウスは俺に見せつけるためにやったんだ。ケムを殺したのは奴だ。ラビア、起こったことを見たわ。恐ろしかった。ローマの指導者が宝物庫に入った。セプティミウスとフラビウス、奴らの持ってきたもので扉が開いたの。神の手に頼る。エクツェルが止めようとしたけど逆に捕まってしまった。奴らが入ると青い炎が現れた。逃げても無駄だったわ。村の人間は皆理性を失って人形みたいに倒れ。奴らは手話を破壊した。奴らに報いよ。終わらせてくれ。バエク、アヤ、村全体があなたたちを支えようと祈ってるわ。まずはヘプテファに安らかな眠りを。
それから正義の裁きを下す。王府処理師に来てもらおう。ヘプツェファが葦の原野を歩けるようにアヌビスに祈ろう。心臓の代わりにこの装飾品を受け取ってもらうんだ。ヘプツェファ、友よ。ヘプツェファ、今はどこにいる？葦の原野を歩いているのか？バエク、ヘプツェファがこれをあなたにって。彼が大切にしていた武器よ。大事に使う。村人がローマ兵を捕まえて尋問したわ。フラウィウスはキュレネに向かい、セプティミウスはアレクサンドリアへ向かった。俺がフラウィウスを殺す。キュレネの境に農場がある。誰かがフラウィウスを見かけてるかもしれないわ。私はセプティミウスの心臓をえぐり出してやる。どこへ行こうと悲劇がついて回る。共にいる限り受け入れるべきかもしれない。辛いわ。諦めたくはない。でもお前のことを思うたび、キムを思い出す。失ったもののことを。私もできるのは殺すことだけ。さらばだ、アヤ。しばらくぶりだな、キム。見つかったら面倒だ。待って、メレルカ、お願いよ。こうするしかない。許して。落ち着け。俺はあんたの敵じゃない。ごめんなさい。ただとても優しい人だったのよ。怪我をした犬の手当てを頼まれたこともあるの。どうしてこんな。同じ光景を見た。シワでな。俺はその元凶を探している。フラウィウスだ。地方総督の。フラウィウスは俺の息子を殺し村を破壊した。今はこの土地を不存にもアムンラーの光を掲げて練り歩いている。さあ、生存者がいないか農場を探そう。シワのバイクだ。私はおかしくなった町のプラクシラよ。フラウィウスはなぜこんなことを。みんなただの農民なのに。邪魔になったからだ。Sieg molestus! Kertus non est hic! Verdit!
Ave! Ibi manere! Mon dieu, pardon. Cuidagi. ネネと、大丈夫？何があったの？赤街灯の連中とライオンの頭をつけた男、農場の労働者にするって息子のカデや他のみんなを連れてった。そして奴がやってきた。大ガラスのような暗い目、石を投げて追い払いたかった。鍵爪に黄金の光を掲げ、みんなが死んでいくのを見て泣き声を上げた。自然に反していたわ。誰もが泣いて叫んで走って死んだ。あんたはなぜ？誰もネネトを見ない。目の曇った年寄りだからよ。でも私は見た。声は上げない。血でむせるまで舌を噛んだ。やった男たちは必ず見つけ出す。急ぐべきよ。大ガラスは女漁師がいる北へ飛び、赤ガイトが不平を言った。カデを連れ戻して。やってみよう。俺も奴らに息子を奪われた身だ。ネネと荷馬車へ連れて行きましょう。フラウィウスを追うの？そうだ。息子のため？皆の息子のだ。恋しくてたまらないでしょうね。一瞬たりとも忘れたことはない。きっと葦の原野で再会できるわ。そう願う。そうだ、女領主というのは？ええ、キュレネ。ローマの信仰の輝かしい玄関口よ。この北にある。奴がいるなら見つけ出して魂まで八つ咲きにしてやる。キュレネに到着したらディオクレスを探して。友人で信頼できる人物よ。彼はアゴラで聖願者の話を聞いてるから。これを渡して。この土地に落ち着きを取り戻せるといいが。望み通り正義が下るといいわね。ネネトの息子はなぜ連れて行かれた？砦はキレナイカに大きな影を落としてる。アグリッパ将軍とフラウィウスは戦争の準備をしてるって噂よ。エジプトに対して？彼らはそんなことをしないと。いや、奴らはきっと止まらないだろう。ネネトを私の診療所に連れてくわ。アスクレピウス神殿の南よ。あそこも問題は抱えてるけど。できれば会いに行く。たとえあなたたちが勝利しそうな時も、我々は再び立ち上がる。古き詐欺師に丸め込まれて戻ってきたんだ。そうしたら税金を払えと。断ったら農場を燃やされた。レアンデルの部下だったんだな。妻は奴に抵抗してもいいことはないと言ってた。あいつの言う通りだったなんて。奴に償わせる。保証しよう。保証だと？ディオクレス、焼けた畑に種をまけるか、死んだヤギが生き返るか、何が保証だ。もううんざりだ。お前にもな。この地で最も敬意を払われる政務官に何か御用かな。そこの君、ブラクシラに言われてきた。俺はバイクだ。彼女は？フラビウスに町を汚されているが、一応無事だ。奴の殺しの後をはるばるシワから辿ってきた。では噂は？ああ、
戦争の準備も本当だ。また迫害者か。エジプトの情勢はもう安定しない。侵略は後を絶たず、フラビウスはエジプトを墓場に変えてしまう。奴がいるアクロポリスはローマ人で溢れてる。いい結果が出ることを祈るよ、バイク。私は政務官のレアンデルに対処しなくては。何かあったらいつでも声をかけてくれ。ありがとう、ディオクレス。俺の息子が足の原野に行ける日も近い。異国情緒あふれる貴重な品々をお探しならネズミにお任せを。奴ら警戒してるな。お前が陰でコソコソしてるのに気づかないとでも思うのか、シワのバイク。俺はお前の殺しと狂気の道をはるばる故郷から辿ってきた。今こそお前の命で贖ってもらうぞ、ローマ人。いや、エジプト人。お前は今から神の前に屈するのだ。俺の息子を奪った親友も肩透かしばかり。まだ子供だった。俺の息子は私の人生の中であれだけは悔いていない。力を誇示し何を言うだ。あのガキの死で結社は私に膝を折った。カエサルしかり、ローマでさえも。あの日が私を変えた。千人もの部下を従える帝国を手に入れたのだ。来い、終わらせろ。この腰抜けが時間の無駄だ。違う、俺だ。何もかも俺のせいだ。大丈夫だよ、父さん。ケム、お前を永遠に失うのか。永遠じゃない。足の原野で待ってるからね。これは永遠に隠されるべきだ。
あの子が安らかに眠ったことをアヤに伝えないと。